8625です。今ですね、イオン石巻だったんですけども、今日はですね、イオン石巻東店まで行きまして、あとはですね、女川町にあるですね、コバルトラインが、全線復旧したということでしたので、ちょっとそちらの方走ってこようかと思います。ちょっと今日は全体的にあんまり実況はないとは思うんですけどもね。今日ちょっとバスが多いですね。現在の時刻が、朝の8時半ですね。まあ渋滞といいますか、あの朝のラッシュはだいぶ落ち着いてきた感じはするんですけどもね。で、こちら今ヘビータイプバイパスを走行中なんですけども、まあ、国道メインでちょっと、まあ、リオンですね、石巻東店まで向かう予定ではいますけどもね。来たらちょっと裏道使っちゃいますけどもね。ですね、最近毎日ですね、帰りが遅くてですね、まあ、10時半をですね過ぎることもまあ珍しくはないんですけども、昨日は久々にですね、10時前には帰れた感じだったんですけどもね。あ、これは GTR でしたね。34でしょうか。まあ、信号待ちで引っかかっちゃうんですけどね。あとはですね、今日、結構長距離っぽくなるので、ガソリンですね、昨日満タンに入れまして、まあタイヤの空気圧ですね、ちょっとチェックしまして、まあ、結構高めには入れてきたんですけどもね。ですね、トヨタ車なんですけど、結構見かけるんですよね。まあ、結構奇抜な色ではあると思うんですけど、
ではいけないんですね。ちょっと待ってますけど。来るのは、まあ、メーデー以来なんですけどね。ここも結構混むんでしょうね。まあ、メーデーはですね、結構やったんですけども、途中から結構な雨が降ってきたんで、まあ更新が中止になっちゃったんですけどね。ですね、25度くらいまで上がったんで、ちょっと暑いような感じだったんですけども、今日はぐっと気温が下がってですね、ちょっと寒い感じですね。まあ、一応念のためにですね、今日は長袖で着てきたんですよね。ちょっと半袖はちょっと勇気がいる温度ですね。今18度くらいだったんですけども、18度ですね。信号もちょっと長いんですよね。まあ、一応あの元気の湯から結構ここのルートは使ったりはするんですけどね。これはモーターボートですね。
左手がまあ市役所なんですけどね、1階がスーパーマーケットっていうなんかすごい不思議な作りになってるんですけどね。あとこちらのアーケード街もですね、ちょっと今のうちしか撮影ができないんで、ちょっと今日こちらあえて、回ってみたんですけどもね、天気には恵まれなかったんですけどね。
してますね。なんか一雨やっぱ来そうですね。ちょっと雲行きが怪しくなってきたんですよ。あとはイオン石巻東店で休憩取ってからですね、ちょっと、昼飯になるようなものを買ってですね、あと、牡鹿半島もですね、結構外れの方に公園があるんで、そこでちょっとお昼にしようかなと思ってたんですよね。多分11時半近くには着くとは思うんですけども、片道30キロではあるんですけど、アップダウンが非常に激しいんでですね、何分かかるかですよね。震災前はだいたい40分くらいで通過できてたんですけども、まだちょっと片側相互通行もあるんで、さらにかかる可能性があるんですよね。のんびり走ってはみますけどもね。今日平日なのであんまり急いでる車もないとは思うんですけどもね。ストーンになったんですね。前がですね、ダンプ2連発にはなってるんですけど、
3連発来ましたかね。1台、2台、あ、4台、4台でしたね。4連発で。この近辺、結構土砂を運んでるんですよね。アルトラインは震災後ですから、まあ3年近くは行ってなかったんですけどね。疲れちゃいますね、この渋滞になっちゃうと。これは何ですかね。あ、これ白線ですかね。
強肩ナンバーの、ダンプですね。失礼します。お疲れ様でした。